皆さん、こんにちは。話題満載 TV ですえ。オリンピックの話題で、まあ、日本に関することはたくさんありますんでね、おいおい、また海外のね、情報などをご紹介させていただこうと思うんですが、え実はこの、今回のオリンピックについてですね、えー、元あの、日本の中日大使である、キャロライン・ケネディさんですね、えー、このケネディ元大使が、このオリンピックについて、 アメリカの NBC の番組に出てですね、このトゥデイという番組なんですが、ここで日本についていろいろ語っていたんですね。これをね、少しご紹介させていただこうと思います。今回のオリンピックは本来は昨年開催だったわけですね。それがいわゆる武漢ウイルス。これによって1年延期となったと。ただ1年延期しても、 これは収束がも非常にあの困難でですね、過去のいろんなあのウイルスと比べますと、やっぱりそれに輪をかけたようなね、変異のスピードを、こういったものになかなかの対策が追いついていかないという状況ですね。それでこの件についてですね、ケネディ元大使は本当にあの不幸なことだったと、この1年延期に追い込まれてしまったわけですね。 しかしあの日本人についてですね、日本人には本当にあの強い物事に対するこの回復の力といったものを持っていると。で、今回開催されたこのオリンピックについてですね、こうした日本人の非常に優れたの特質といったものがよく現れた結果のものなんだということをあの語っていたんですね。で、さらにあのケネディ大元大使はですね、 あのこのパンデミックの中においてですね、えー、これだけ大きなあの、まあ、オリンピックというこの大イベントですよね、えー、これを開催することができたのは、一、まあ、人にあの日本人がどれだけね、えー、辛抱強くこれを頑張って、こうした強さを示してきたことか、この結果のものだというようなことをあの言ってるんですね。 そうした意味ではあの日本人の気質といったものが非常によく表れているという、えー、ことを語っています。まあ、さらにですね、えーまあ、今回のオリンピックは、まあ、史上最も困難なものであったと。この開催すること、そのこと自体がですね、えー、しかしこうした中で、えー、日本は本当にあの素晴らしい仕事をしてくれたんだと。であのこれだけたくさんの国が、まあ、参加して、 え、開催することができましたですね。で、このことについても、本当に私は、あの、すごくあの、嬉しく思っていますと、え、いうふうに、あの、語ってます。え、ケネディ大使は、本当にあの、日本が好きでですね、え、日本に大使として、この就任依頼があったときに、え、これすぐに受けたんですね。しかし、ケネディ元大使はですね、日本以外の国に就任要請ってたくさんあったんですよ。 しかしそれみんなあの、断ってたんですね。えー、まあ行きたくないと。まあ、そういったところやね。他の国に行きたくないと。ヨーロッパとかね、まあ、あの、オーストラリアとかそういった就任要請ですね、ほとんど。えー、だけどそんなのも全然行きたくないと。いうことで全部断ってたんですよ。ではっきりも日本以外は行きたくないと。まあそのぐらい実はあの日本が好きな人だったんですね。え、まあ当時もう民間人ですので、えー、弁護士ですよね。キャロライン・ケネディさん。 えですから、党の,の人間としてね動いているんであれば、そうわがまま言うなよということにもなるんでしょうか。まあそういうことでもないので,で、このキャロライン・ケネディさんがですね、日本に大使として来るということが決まった時に、デーブ・スペクターさんが非常に驚いてたんですね。いや、彼女ほどのセレブが、 その国に住むと。もう何年かも住むわけですね。3年ちょっといましたでしょ。こんなことはまずもう絶対にありえないことですから、ということを言ってちょっと驚いてたんですね。つまりそのぐらいまあ日本が好きだったということなんですね。実はまあジョン・ FK ですね。ジョン f ・ f ケネディ。あの人もやっぱりあの日本好きだったんですよね。 不思議ですよねあのまだケネディの時代ですとねあのジョン・ F ・ケネディの時代ですとえ日本の戦後のイメージって結構まだ長引きますでしょそうした中で実はあの日本と戦ったアメリカの、ね、大統領が日本が好きだということを非常に不思議に思うんですが、まあ、これはねあの日本人が本当にいろいろ努力してきた結果のものなんですね。 でこのキャロライン・ケネディ元駐日大使はですね、えー、最後にね日本人本当に日本の人たちって言ったのはみんなあの驚くほども心があの豊かでね温かい人たちだったんだとでとても本当に友好的だったとで初めてあのまあ女性としてね、まあ、初めてのこの駐日大使だったわけなんですけれども本当に私にとって日本でこの大使を務めることができたのはもう名誉なことだったと。 いうふうにも語っているんですよね。で、今回、バイデン政権はですね、実はこのキャロライン比にね、日本とのこの功績といったものやっぱりありますんで、なんとかもう一度ね、オーストラリアに大使として行ってくれないかというようなことをも考えているそうなんですけれども、まあ、私はまずこれを受けることはないと、はっきり思います。あの、日本以外の国はやっぱり大使としては行かないでしょう。 えということで、えー、このバイデン氏の計画は、えー、まあ、実現しないだろうということなんですねで。最後にお伝えしたいことは、人のね、悪口ばっかり言ってるような人はね、やっぱり所詮そういう人生しか歩まないわけなんですよ、えー。そういうことしか言わない、見ないというわけですからね。ところがあの、まあ、国としてもね、そういうことばっかりやってる国はもう衰退していくと。 で世界での評価を見ればわかりますねキャロライン・ケネディジョン・ F ・ケネディとジャクリーン・ケネディの長女としてニューヨークで誕生しました1978年初めて日本へ日本へ大使としての話が湧き上がった時上院の外交委員会公聴会で日本ほど私が赴任したいと思う国は思いつかないと述べていますまた キャロライン・ケネディ氏のほとんど知られていない偉大な日本への功績や彼女の言動への誤解などを含めて別動画でまとめています50万人くらいの方がご覧になっていますのでこの機会にご覧になってみてください皆さんはどのように思いましたかぜひコメントをお寄せくださいよろしければグッドボタンをポチッと押していただけると嬉しいです ではまた次の動画でお会いしましょうね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。